11月6日、天皇陛下は、以前からの予定となっていた前立腺の検査を行いました。詳しい結果はまだ出ていないようですが、やや懸念とのことらしいです。2023年の一般参賀では、ぜひ愛子さまを含めた天皇ご一家の元気なお姿を拝見したいですね。今回は陛下の検査結果は血液検査でやや懸念。来年の一般参賀では一目でいいから愛子さまを拝見したいということで進めていきます。陛下の検査結果には SNS でも多くの人々が無事を祈り、2023年の新年一般参賀で愛子さまとご一緒のお姿を見たいとのコメントがあふれています。宮内庁が発表してから今日までとても気になってた天皇陛下の前立腺検査、何もないことをお祈りします。それでは、天皇陛下が前立腺検査の血液検査でやや懸念、2023年の新年一般参賀での愛子さまを一目でいいから見たいを一つずつ見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。天皇陛下が前立腺検査の血液検査でやや懸念。11月6日午前より天皇陛下が前立腺に疾患がないかについて東大病院で日帰りの検査を受けられました。午前9時半ごろ、ノーネクタイ姿で東京・文京区の東大病院に入られた天皇陛下。先月、宮内庁は天皇陛下の血液検査の結果にやや懸念すべき傾向が見られたため、前立腺に疾患がないか MRI 検査を受けられると発表していました。検査を終えた天皇陛下は、午後1時過ぎに病院を後にされました。宮内庁は検査結果とそれを踏まえ、組織の検査を行うかなど後日、公表する予定です。宮内庁によりますと、天皇陛下に目立った自覚症状はなく、7日も皇居で儀式に臨まれる予定とのことです。天皇陛下、前立腺の MRI 検査を無事に終了されて本当にお疲れ様でした。本当は先月に検査される予定をご公務が忙しいので今月に延期されたのですから。早めに検査ができてとても良かったです。自覚症状がないとのことですが、何もなければ幸いですね。感染症も収まり、またご公務が忙しくなってまいりましたので、この機会に一度ゆっくりと静養されて、体調を万全にされて、またご公務をスタートさせた方が良いと思います。来年は新年の参賀も3年ぶりに解禁されて、愛子さまも初の参加をなされるということですね。新年早々、また天皇陛下ご一家の元気なお姿を見られるように心より祈っております。天皇陛下ご一家におかれましては、愛子さまも含めまして、今後も体調に十分に気をつけてご訪問やご公務をなされますようにお願い申し上げます。検査結果が気になりますね。いつ発表されるのでしょう。陛下自身も皇后雅子さま、そして愛子さまもご心配でしょうね。悪い結果でないことを心から祈っています。何もないことを心からお祈りしています。万が一何かしらあっても最高レベルの医療を受けられることと思います。令和の御世はずっとずっと続いてほしいので、陛下には長く長くお元気でいることを何よりも心から願っております。公務のために遅れながらの検査をお受けになられたこともあり、結果を案じてしまいます。何事もなくお元気でいてくださることを祈っています。イギリス国葬から国内の地方公務まで精力的に熟されていらしたので、
大丈夫と信じています。陛下の健康は国民の願いであります。体調がお悪い時はご公務は後回しになされ、検査養生をなさっていただきたいと思っております。感染症対策も緩和しており、ご公務に関してもこのところ増えてきてお忙しくなっておりますので、一度休養されてまたリフレッシュなさってください。天皇陛下の元気なお姿をいつまでも我々国民に見せていただくよう心より祈っております。来年新年の参賀は一般も解禁されて、愛子さまも初めての参加となりますね。またお元気なお姿を国民の前に見せていただくようよろしくお願い申し上げます。天皇陛下にはどうか国民のためにも皇后陛下や敬宮さまのためにもご健康で末永く令和の世をお守りいただけますように。天皇皇后両陛下のおかげで今の皇室はなんとか国民の支持を保てております。天皇陛下のご健康を心よりお祈り申し上げます。2023年の新年一般参賀での愛子さまを一目でいいから見たい。宮内庁は2023年1月2日皇居での新年一般参賀を事前公募制で3年ぶりに行うと発表しました。新年一般参賀は感染症拡大以降中止されたままでした。来年は密集を避けるため1回ごとの入場者数を事前に申し込んだ人の中から抽選で1500人程度に絞り、天皇皇后両陛下や皇族方が6回宮殿のベランダに立たれることになりました。宮内庁のウェブサイトや往復はがきで応募を受け付け、抽選結果は12月中旬に伝えられるそうです。新年一般参賀は天皇皇后両陛下をはじめ皇室の方々が午前と午後に数回皇居の宮殿のベランダに立ち、参賀者の祝意に応えられる行事となります。来年は昨年12月に成年皇族となった愛子さまも初めて参加されます。今後の感染者数の推移次第で変更される可能性もありますが、愛子さまは一般参賀の他にも元日の新年祝賀の儀などお正月の行事に参加される予定だそうです。また愛子さまは11月5日に皇居で開かれた雅楽の演奏会を鑑賞されました。大学に在学されているのでしばらくは学業を優先されますが、今後はお出ましになるご公務も増えていくことになるといいます。愛子さまが本格的にご公務や行事にお出ましになれば皇室への注目度もさらに高まることになります。天皇皇后両陛下も大きなご期待を寄せていらっしゃるとのこと。そして何よりも愛子さまが新年一般参賀に参加されるというニュースに SNS 上にも期待の声が広がっています。愛子さまを早く見たい。来年愛子さまが笑顔でお手振りする姿を見ることができればみんな幸せな気分になる。どんな衣装を着られるのか気になる。きっと美しいに決まってます。愛子さま見るの楽しみです。本当に愛子さまのお出ましが楽しみです。昨日の雅楽演奏会でもひときわ存在感が際立って今後のご活躍が楽しみになりました。昨日は白のスーツでしたが、真っ白というのではなく綺麗な生地でした。デザインも着回しができる素敵なお衣装だなと思いました。新年一般参賀ではどのようなお衣装を選ばれるのかも含めてお姿を拝見できることが楽しみです。昨日は初の雅楽演奏会の鑑賞おめでとうございます。大学はリモートを専攻されて
外出もままらないでしたから、この初鑑賞は気分転換にもなってよかったんじゃないでしょうか。今年は成年皇族のスタートの年ですから、学業を優先しての公務をもっと増やしてあげればよいと思います。国民もみんなもっと愛子様のお姿を見たがっていることでしょう。来年は3年ぶりに新年の参賀が解禁されます。愛子様も初の参加ということですので、新年早々愛子様のお姿を拝見できることを楽しみにしております。天皇陛下ご一家におかれましては、愛子様も含めまして、今後も体調に十分に気をつけてご訪問やご公務をなされますようにお願い申し上げます。来年2023年の一般参賀は人数を制限して行うことになるとのことですね。愛子様の初参加への期待から参加希望者はとても多くなるのではないでしょうか。万が一直接参賀に来れなくでもテレビや動画で参賀の様子を見ることができると思われます。愛子様は大学を卒業したら公務に本格参加になりますね。そうなれば今後宮中晩餐会、園遊会、鴨場接待に参加となるでしょうね。また外国訪問の機会も増え、外国の王族や要人と会う機会も増えることでしょう。今からとても楽しみにしております。新年にこのように気品のあふれた清楚な年の宮愛子様を拝見できるということは至福の時になるでしょう。よくぞここまで立派に成長なさいました。内面からあふれる知性と品格はまさに私たちが望んだ皇位継承者としての希望の星です。日本で直系長子優先の皇位継承がなされますようにお祈りします。明るい未来のために、敬の宮愛子様が国民のために安寧の世をもたらしてくださることを信じてやみません。いかがだったでしょうか。陛下の検査結果はとても気になりますが、何事もないことを祈っています。そして2023年の一般参賀では愛子様とご一緒の陛下と皇后雅子様の元気なお姿を拝見できると信じています。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。